ユリアゲルゲスは、ドイツシュレースビヒホルシュタイン州、バートオルデスロー出身の女子プロテニス選手。2018年ウィンブルドン選手権女子シングルスで、ベスト4に進出した。自己最高ランキングは、シングルス9位、ダブルス12位。WTA ツアーでシングルス7勝、ダブルス5勝を挙げた。身長180センチメートル、体重70キログラム。右利き。 バックハンドストロークは両手打ち。ゲルゲスは6歳からテニスを始め、2005年にプロに転校した。全米オープンで予選を勝ち上がり、4大大会に初出場。1回戦で第1シードのジュスティーヌ・エナンに06、36で完敗した。2008年ウィンブルドンの1回戦で、第23シードのカタリナスレボトニクに4から6、7から6。 16から14でセリ勝ち、4大大会の初勝利を挙げる。2009年7月、スロベニア大会のダブルスで、ブラディミラ・ウーリロバと組 WTA ツアー初優勝。翌週のイスタンブール大会でも、パキシュナイダーと組んで決勝に進出して、準優勝となる。2010年ウィンブルドンダブルスで、アグネシュサバイと組ベスト8に進出。七月末のバートガシュタイン大会では、 ティメアはシンスキーを6-1、6-4で破り、シングルス初優勝を果たす。トーレパンパシフィックオープンで来日し、1回戦で、ディナラサフィナを6から1、5から7、6から2、2回戦で、サマンサストーサーを7から5、6から3で破り3回戦に進出している。10月のルクセンブルク大会で2度目の決勝に、進出するが、ロベルタ・ビンチに36。 4、6で破れ準優勝となる。この年は、コッペンハーゲンとソウル大会のダブルスで優勝した。2011年の全豪オープンでは2回戦で、カイア・カネピオ6から4、3から6、6から4で破る4大大,大会発の3回戦に進出。4月のフェドカップのプレイオフでは、アメリカのメラニー・ウダンを6から2、7から6で破り、ドイツのワールドグループ復帰に貢献した。 この試合で敗れたアメリカは史上初めてワールドグループから降格した。地元のシュトゥットガルト大会では準決勝でサマンサストーサーを6から4、3から6、7から5、決勝で世界ランキング1位のキャロライン・オズニアッキに7、6、6、3で勝利しツアー2勝目を挙げた。ムチュア・マドリード・オープンでも3回戦でキャロライン・オズニアッキを6、4、1、6、 63で破って勝ち上がり、ベスト4に進出している。2011年の4大大会は、すべて3回戦進出であった。2012年全豪オープンで4回戦に進出した。4回戦では、アグニエシュからドワンスカに16、16で破れた。2月のドバイ大会で決勝に進出し、アグニエシュからドワンスカに57、46で破れ、準優勝となった。月のロンドン五輪で、 オリンピックに初出場した。シングルスでは1回戦で、第2シードのアグニエシからドアンスカに7-5、6-7、6-4で勝利し、マリア・キリレンコとの3回戦まで進出した。2014年全仏オープンでは、ネナド・ジモニッチと組んだ混合ダブルスで決勝に進出した。決勝では、アンナ・レナ・グロー・ネフェルトジャンジュリー・ンイヤー組に、6から4、2から6、 7から10で破れ準優勝となった。2017年10月のクレムリンカップの決勝で、ダリア・カサトキナを6-1、6-2で破り5年ぶりのシングルス3勝目を挙げた。WTA エリートトロフィーも優勝した。2018年ウィンブルドン選手権では、準々決勝で、キキベルテンスを3から6、7から5、6から1で破り、4大大会シングルス自己最高のベスト4に、 進出した。準決勝で、セリーナ・ウィリアムズに2から6、4から6で敗れた。2018年8月20日付のランキングで、自己最高の9位を記録し、トップ10位を果たした。ゲルゲスは2020年全仏オープンを最後に31歳で、現役を引退した。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、 R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格。 NH イコール開催なし。ありがとうございます。